はい、この動画ではムービーメーカーで動画にフェードインフェードアウトを設定する方法を解説をします。で、この効果なんですけども、フェードインというのがですね、映像が少しずつ現れる効果で、フェードアウトというのが映像が少しずつ消えていく効果になるんですけども、このフェードインフェードアウトですね、動画で非常に使われている効果になりますんでね、ムービーメーカーでもこの効果をつけることができますんで、早速ねその設定の方法を解説をしてみたいというふうに思います。じゃあそれにはですね、この上のタブのこの視覚効果というタブ、こちらをクリックします。でそうするとここに特殊効果というところがありますので、この右下の詳細のところをクリックしてもらうと、この一覧で見ることができますの で少し下に下がるとですね、ここにこのモーションとフェードという項目がありますので、この中にあります。でこれですかね、このフェードイン黒からというやつと、あとフェードイン白からという形で、黒っぽい色からですね、少しずつ動画が現れるようにするのか、白い色から動画が現れるようにするのかで選ぶことができます。今回このフェードイン白からにしてみましょうかね。はい、でちょっと効果を見てみましょうかね。はい、そうするとこういった形でですね、白い色からですね、この映像が少しずつ現れてくるというような効果が入りましたということですね。で次にフェードアウトも同じで、ここのもう一つ右の方、フェードアウト黒へというのとフェードアウト白へというのがありますんで、フェードインの方白で選んだんで、このフェードアウト白へを選んでみましょうかね。はい、じゃあもう一回ちょっとフェードインがこういう形になります。で、フェードアウトは一番最後になりますので、最後の方でちょっと見てみましょうかね。はい、こういう形ですね。動画が終わるときに、徐々にこう映像がですね、消えて白っぽい色になっていくというような効果を入れることができたということですね。こういった形でですね、このフェードイン、フェードアウトっていうのね、動画に、この動画がスタートするときとあと最後のところでですね、非常に使われている効果なんで、このフェードイン、フェードアウトっていうのもうまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。